You're currently watching Duckman Yoshi TV. 意外と盛り上がったライジングスターズ。What's going on, guys? ダンカマヨシです。いや、昨日のライジングスターズは楽しかったですね。個人的には試合の終盤のダンコンテストみたいになってる感じがとっても楽しかったですね。やっぱザイオン選手やばいですよね。あのゴールが傾くとかね、シャキール・オニール以来ではないでしょうか。試合自体はチーム USA が151対131でチームワールドを倒しました。このチームワールドとチーム USA というフォーマットになってから今回が6回目だったんですけど、今回で3勝3敗のタイになりましたね。チーム USA は全員調子良かったですよね。チーム全体でシュートの成功率も 63% で、試合に出た10人中8人が2桁得点を決めました。その中でもウォリアーズのルーキーエリック・パスカル選手はチームハイの23得点、13本中10本のシュートを決めましたね。最初はワールドの方が押していたんですけどね、前半終了にかけてチーム USA の4点に対してチームワールドは14得点を積み重ねました。特に前半終了間際のルカ・ドンチッチ選手のハーフコートからのブザービーターやばかったですね。この決めた後にルカ選手とトレイヤング選手がじゃれ合ってる感じもすごく良かったですよね。後半に入ってからチーム USA がガンガン調子を上げていった感じで、特にベンチが頑張りましたよね。チームワールドの5点に対しチーム USA は27得点決めましたね。その27得点のうち21得点ホーネッツのマイルズ・ブリッジ選手が決めたんですけど、彼はこの時ゾーンに入ってましたよね。スリーポイントは入るわ、あとダンクね、ウィンドミルも決めたし、バックボードに当てたダンクも決めましたよね。彼はそのままこの試合の MVP を受賞しました。やはり試合全体で一番印象が強かったですからね、妥当だと思います。八村選手もチャンスあったと思ったんですけどね、最初の方は4回連続でダンク決めて、確かルカ選手からのアリウープとかもあったりして、最初の方は両軍合わせて最多得点だったんですよ。でこのまま行くのかなと思ったんですけど、やはりそんなに甘くはなかったですよね。最終的に彼は14得点7リバウンド4アシスト残しました。あとはニューヨークニックスの RJ バレット選手も良かったですよね。両軍最多の27得点。その他で気になったスタッツはルカ・ドンチッチ選手が16得点5アシスト、トレイヤング選手が18得点、そしてゲームハイの7アシスト、ザイオン・ウィレムソン選手は18得点でしたね。じゃあモーラント選手は10得点6アシスト5リバウンド、途中で決めたトマホークもすごく良かったですよね。そして MVP を取ったマイルズ・ブリッジ選手は20得点5リバウンド5アシスト3スティールと、最後の方ね、両軍がねもう普通にもうディフェンスやめてダンクをお互いやり始めたんですね。ザイアン・ウィレムソン選手が3回ぐらい連続でいろいろレッグスルーからのダンクとか360からのダンクとかいろいろやってて全部外したんですよね。やっぱ疲れていたんでしょうね。あれが決まってたらもっと盛り上がったんでしょうけどね。試合後のインタビューに彼はもしも来年プリカンズがこの時期に1位だったらダンクコンテストに出ると、そう宣言しました。そしてこのザイオンがダンクしてる時にグリズリーズのブランドン・クラーク選手もダンクやってて、彼は決めたんですよ、360のウィンドミル、すごく良かったです。そしてこの試合では大学以来ブランドン・クラーク選手と八村選手が一緒のチームでプレーしましたね。その光景も見ていてとても懐かしい感じで、彼らもとても楽しんでるようでしたね。あとザイオン選手とジャ・モーラント選手のケミストリー、チームワークすごく良かったですよね。モーラント選手のアシストでザイオン選手が何回もアリウープ決めてたんですけど、この2人が同じチームでやったら面白そうなのになって見ててずっと思ってました。この2人がねもしも一緒にチームでやったらプレーオフの上位も全然狙えるんじゃないかなと思いました。今回は見ていてとても楽しめたライジングスターズのゲームとなりました。皆さんはこの試合についてどう思いましたか？ぜひぜひコメントしてください。ちょっとこれだけでは動画の尺はちょっと短すぎるなと思ったんで、この前話していたアボカドのベネフィット効能についていくつか話していきたいと思います。まず一つは何といっても健康の効果があることですよね。アボカドにはベータシトステロールっていうものが入ってて、これは健康なコレステロールの維持、そして悪いコレステロールを減らすことにも効果があるようです。健康効果その2、目にすごくいいこと。アボカドに含まれているカロテノイドっていう色素が目にすごくいいみたいですね。健康効果その3、脳や中枢神経の発達にすごく効果があるそうです。健康効果その4、血圧を安定させてくれること。アボカドに含まれているポタシウムが高すぎる血圧を安定させてくれる効能を持ってるそうですね。健康効果その5、適正な体重を維持してくれる。アボカドには20種類を超えるビタミンやミネラルが含まれており、これに加えて食物繊維も豊富に含まれているので、とても体を健康な状態に保ってくれます。まだまだ他にもたくさん効能あるんですが、今回はこんなところにしておきます。この今回のアボカドに関して質問がある方は遠慮なくコメントください。
はい、ここから2ベニュースです。シカゴブルーズのザック・ラビーン選手は、いずれはレブロン・ジェームスともプレーしてみたいと、そういったコメントを残しました。それと彼はダンクコンテストにおいて、もう特に証明することは残っていないと、こういうコメントも残しました。ロサンゼルス・クリッパーズのヘッドコーチ、ロック・リバース氏は、同チームのポール・ジョージの怪我については相当心配しているそうです。ニューヨーク・ニックスの RJ ・バレット選手は、今年の新人王を取れると確信があるそうです。現在プレーしていないパウ・ガソル選手は、来シーズンの NBA の復帰へ向けて頑張っていくそうです。ケビン・ガーネット選手は2007年にコービー・ブライアントとタッグを組む可能性があったことを告白しました。デトロイト・ピストンズのデレック・ローズ選手はシカゴ・ブルーズとは未だにいい関係が築けていると、そういったコメントを残しました。ジェームス・ワイスマン選手は今年の NBA のドラフトでトップ3には入ってくると予測されているそうです。シャキール・オニールの息子シャリーフ・オニールは UCLA から LSU へ編入することを発表しました。昨日僕が発表した575のやつね、いくつか気になったものをピックアップして読んでいきますね。外してもドワイトいるから大丈夫。いいですね、レイカーズファンとしての気持ちが伝わってきますね。レイカーズコービーのために勝たないと。 YouTube 見るならやはりダンクマン。いいですね。ノーマーク焦って外すレイアップ、これめちゃめちゃわかります。まあ今回はこんな感じで、今後もこれぜひぜひやっていきたいと思ってるんで、575で僕のユーザーネームダンクマンヨシをタグ付けして Twitter でも Instagram でもぜひ参加してください。今後もどんどん発表していきたいと思います。あと今日プレゼントの当選発表やるっていうのを忘れてて、今別で撮ってます。アタレラっていうアプリページを使ってやっていきたいと思います。はい、じゃあこのリツイートの URL を入れて、応募者一覧から抽選する、クリックしますね。クリック、はい出ました、アヒルさんです。ではこの人から DM が来てるかどうか確認しますね。 OK 来てますね、おめでとうございます。アットマークアヒル1718です。今回この動画が出た後に改めて DM で当選の通知をさせていただきますね。このプレゼント企画は今後もやっていきたいと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで今回のドラフトゲームはインディアナペイサーズです。15ポイントを使ってあなただけのオリジナルチームを作ってみてください。はい、ってな感じで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。